やっと食堂から出てきたわね。お昼時を狙っていれば捕まえられると確信していたわ。まあ本当は夕食の後が良かったけど、そうなると周りに人多いものね。さて、いよいよこの時がやってきたわけだけど、なんだ大したことないじゃない。私自分でも驚くほど落ち着いてる。精神統一に2日費やしたのが良かったのね。ついでに言えばチョコレートの出来も最高だし、一月も練習時間を設けたのだもの。美味しさも造形美も呪力も文句なしのはず。ええ、一日一個試作品を作るのは楽しかったわ。できれば毎日したいくらいにね。まあうまくできたのはこれ一個だけだけど、一つできたのならあとはみんな成功みたいなものよね。いけない、曲がり角で選ぶってる場合じゃなかった。この足音間違いなくマスターね。どんな時でもクールにカレータレ。よし行くわよエルシキガル。女神の余裕華麗に味わわせてあげましょう。あら最悪の獣じゃない。ふん、ボディーガードのつもりかしら。まあいいわ、今は無力のようだし。あなたはあっちに行っていてね。さてそれじゃあ気を取り直して。ごきげんようマスター。こんなところで会うなんて予定通りね。今食堂から出てきたようだけど、お腹が減っているのかしら。そういうことならとっておきの栄養食があるのだけど、味見とかしていく気は あるのだわ。いや、ええ、ご丁寧にどうも。挨拶は大切よね。そういうところを評価するわ。やったわ、タイミングバッチリね。私そういうことなら、はい、食後のデザートがないのもかわいそうだし、どうせ他の女神からはもらえないだろうし、せっかくの現代のイベントだし、あなたにこれあげるわ。私はこういう甘いのあまり好きじゃないんだけど。イベントに気づいたのが昨日だったから、作り慣れたデザインで無理なく華麗に仕上げたのだけど。ええ、そうよ。その装冠は私にとって一番大切なもの。人間にとっては魂を閉じ込めるもので、敵にとっては体を貫く槍なのにね。そんなものを大切だと思ってくれるなんて、本当おかしな人間なんだから。うん、まあ別にすぐに食べなくてもいいものだし、気が向いた時に食べるといいわ。そして足りなかったら私を訪ねても構いません。もしものために予備も作ってありますから。今まで味わったことのない味だ。もう完璧すぎて冥界のチョコしか食べたくない。そんなことになったら私の責任だし、ちゃんとアフターケアも考えてあげますので。ファンファン、まだファンと言えばファン。いちいちうるさいわね、この獣は。いいでしょ、夢を見るくらい。私だって分かってますよ。だやりすぎっていうか、全然可愛くないことくらい。でも他に思いつかなかったのだもの。自分で自分の陰気さが嫌になってるわよ。だん
あら、何？この場で返品とか辛すぎるのだわ。そう、喜んでもらえるなら結構です。私は女神としての余裕と恩義を示しただけですから、別にお返しにワクワクしたりはしていませんから。それは、いや待った、嬉しいけどそれはダメ。あんな大量の試作品見られたら女神の威厳が。っていうかお礼を言われただけで胸がバクバクいってるし、これ以上のハッピーは私の一日の許容量を超えている気がするのだわ。バカを言わないで。そのチョコから得られるエネルギーは人間の一生分。雪山で遭難したって生きていけるんだから、一日で食べきれるわけないじゃない。気持ちは嬉しいけど、おかわりはまた後にすることです。具体的に言うと2週間ほど時間をください。それならなんとかなるはずだと私は未来の自分にかけるのだわ。ちょっとは空気読みなさいよね。とにかくこれで義理は果たし、じゃない、契約者としての責務は果たしたわ。それじゃあね、マスター、食堂のランチは D 定食がおすすめよ。ファーファーファー